姫路市役所は日本の地方公共団体である姫路市の組織が入る施設である。1889年4月、市政施行により姫路市となる。当初は下白銀町の民家を市役所としていた。1897年11月に市役所を北条口に移転。空襲により市役所が焼けたため公会堂に仮住まいする。1947年5月に 市庁舎を公会堂から本町へ移転。1948年7月に保健所を発足。1980年に市庁舎を本町から安田4丁目に移転。2003年に市役所本庁舎が ISO14001 を取得した。2007年に防災センターをオープン。なお1947年から使用していた建物は1905年に 姫路陸軍兵吉祥の西倉庫として建てられたもので、視聴者として利用した後、1983年からは、姫路市立美術館として利用されている。姫路市役所と表示している、看板バス駐車場、夢崎事務所、家島事務所、夢崎事務所、高寺事務所、安富事務所、視聴者1階市民ロビーを開放して、市民ロビーコンサートが行われている。 市内の学生や文化芸術団体などが参加し100回以上行われている。ABCDEFGH 市政の概要令は元年版。姫路市議会事務局。2019年11月24日閲覧。市川構造たゆらぎ山に詐欺群れてハリマの文化運動物語北西社2007年2月53ページ。 ISBN 978から49億3914万5094財政市政の概要平成27年版姫路市2015年9月17日閲覧市民ロビーコンサートのご案内ありがとうございます